って、それとっても良かったので、その中の悲しくてやりきれないって曲があるんですけども、それをあの悲しくてやりきれない、悲しいをね。あ、ちなみに悲しくてやりきれないの反対バージョンで楽しくてやりたいって曲もあるんですけども、それちょっと出だしだけやってみようか。楽しくてやりたい出だしだけやります。ワンコーラスだけやろう。いきますよ。
すごい映画。じゃあ引き続き行こうかな。次は即興でやろうかな。なんで即興でやるって抜くのそれ。ノイズくん、ノイズくんから行こうか。
オターの2人はわざわざ大阪から来てくれました。数年間で来てよかったのかなと思ってます。で、その東京タワーの麓にいるカスタネットをやってた子は札幌から来てくれました。あとあれ宮崎から来てる人いたよね。どっか行っちゃった宮崎の人。あ、いたいたいた、宮崎の人、拍手。はい、じゃあ次何やろうかな。即興やったから即興じゃないのやろうか。あと何の曲あったかな。あ、ワンチャンプレッツバやってみる。やろうな、やろうな。まずは子供たちだけでアマチャンプレッツバをやるとどうなるか。それで大丈夫だよ、できるよ、すごい難しい曲だけどね。すいません、ごめんなさい、薄くリズムだけ出しましょうか。チューバーとか出だしのあのズチャズチャの C マイナーのところ、子供たちと小林さんとチューバーでやりましょう。はい、じゃあ子供たちプラス、ドラムチューバーでアマチュアクリスマス出だしいきます。それで Q 出したらテーマに入るっていうことにしようか。全部相談が聞こえてるよね。はい、じゃあ行くよ、子供頑張るよ。私は子供だと思ってる大人も入っていいですよ。